楽屋裏を撮ったんですね。楽屋裏を、はい。じゃあ着替えなんかしたりして、いや、そういうところは全部、ああ残念だな。では西村智美ちゃんとか、ああそう、はい、そういう、では見てみましょう、はい、どうぞ。私も鉛筆貸して。あ、そうか。え、いい、ごめんね。ばあちゃん、ありがとう。ガムの消しゴム。いや、え、どうか。内容は何かある、思いつく。何がいいとか。思いつかない。2、3日最近。あ、キー作ったばっかり。あれか。これ誰？クッキーもういい、やーい、ちょっとごめん、ちょっと本当に絵日記描けないよ、私どうしよう。どうしよう、全然描けないって感じ。絵日記？私見てこの真っ白、ちょっとどうしよう、どうしよう、何もだって事件がないんだもん、何よ。事件。すっかり食べてる。かけるわ、お前。かけないんだもん。あ、私ご飯を買おう、今日も。ハンバーグステーキを買おう。いいじゃん。じゃがいもとなんだこれは、ほうれん草みたいな。そうそう、スパイス。あ、フォークとかね、とにかく4つかけるね。ご飯もかけた。ご飯もかけた。だんだんそれらしく見えてきた。ほんと？うん、よかった。ご飯じゃ煮るだけ。白これ何、絵日記ってのは、ね、学校の宿題なの？いえ、あの某番組の。あ、番組っていうのは あるわけだ、うん、そうなんです。あ、絵日記を見せんの？はい、絵日記を見せんの？そうなんです。書いて学校の宿題ってあんな多くなってからそんなないでしょ、絵日記の宿題。何やってて今みんなどんなことして、何なことしてんの？何やってるのかな。まあ、だいたい化粧するわね、うん、そら化粧すると結構長いですよね。人によってはね。人によっては自分の世界入ってるもん、ずっとこうやってね。今日の見の変とか言いながら。やめろってんだそれ。ちょっともう言ってんだから、肌はまだこの辺の肌はまだ5歳の肌なんだから。ここが一番痛いんだって、この肺際の、ここがね。